遠藤荒家の遠藤特別講座。この企画は指輪ソフトさんから発売されるコムクラッシーズ遠藤を遠藤こちらのソフトの魅力を我々が精一杯スタディング企画である。分かってるのが遠藤遠藤もっと大きい電池の遠藤遠藤もっと張り出す遠藤遠藤一歩前での遠藤遠藤お前だけだ。お前のこと聞こえなかったか。答えていいぞ遠藤。遠藤聞こえたか聞こえてなかったか答えろ。聞こえてました。なんで一歩出なかった。気持ちが前に気持ちのこと。えっ、よし、大将棋始まるぞ遠藤。遠藤今回も特別講師を呼びしている遠藤司令官だ。遠藤お前ら宿題でしょ。遠藤です。遠藤声が小さい。遠藤司令官に司令だぞ。遠藤遠藤もっと聞こえて。遠藤惜しいぞ。というわけでまず今回を実戦に移る前に前回のおさらいをしていく。まず遠藤、遠藤とはどういうゲームか答えろ。それは第3次世界大戦を戦うリアルタイムストラテジーのゲームであります。いいぞ遠藤。じゃあでは遠藤、リアルタイムストラテジーとは何だ答えろ。刻々と変化する状況に合わせて、舞台が進んでいくゲームであります。進むな舞台だけが。いえ人も。進んだ舞台は何をするんだ。戦闘します。よしでは遠藤最後の質問だ。遠藤この遠藤の重要事項とは何だ。はっきりと命令することであります。つまりどういうことだ。そういうことであります。ふざけるな。遠藤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 王の最重要事項とは何だ。ボイスコマンドであります。その通りだ。遠藤お前どうしてその答えが出なかった。遠藤どうして出なかった。なぜ鼻の頭が濡れている。お前は犬か。遠藤私は犬ですと言え。遠藤私はスケベな尻の汚い犬ですと言え。私はつけめな尻の汚い犬です。それでは実戦に入る前にブリーフィングを行う。今回はこのように2名対2名の2チームに分かれて実戦を行う。準備はいいか遠藤。遠藤遠藤どうした遠藤。一人足りません。そうだお前のチームには強力な助っ人呼んである。よしこっちに来い遠藤。バシャン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 。今回そちらのチームに入るのはこちらのロボ遠藤だ。バシャンよかったね遠藤。遠藤質問があります。どうした遠藤。あれは前回戦場で死んだ遠藤ではありませんか。その通りだ。あいつは前回死んでしまったがこうしてロボ遠藤として蘇った。バシャン死んでこうやって無敵の体を手に入れたんだ。それでは遠藤司令官、今回の実戦の内容を説明してください。今回出向いてもらうのはラマンチャという戦場で6つの拠点を奪い合う制圧戦をやってもらいます。ラマンチャと言ってみろ。ラマンチャもっと大きい声で。ラマンチャちょっといい声で。ラマンチャお前らお前らすごいな。よしまるら準備はいいか。エンド戦闘開始。さあ始まりました。はい、レーダーでアップリンクを確認。デブの方は歩兵を、動かしてますね。歩兵をリマ拠点リマの方に一番近いところですね。一番近いところです。舞台
すごい声。ロボが今燃料補給してですね。燃料補給して。ロボはちなみにあの声が正しい状況で、人間の声のようになってくると燃料が切れてくってると。じゃあ今ちょうど絶好調。絶好調です。あえて常に彼は燃料補給しながら戦うということですね。いや、人間に近くなったらすぐに燃料補給して。そうですね。で、次のオレンジの方なんですが、現在、まあ、あれですね、顎の方がアルファに歩兵を、ライフル兵ですね、ライフル兵運んで、ロボの方は戦車で固まってると。固まってます。すべての。部隊。移動ですね。ブラボー。ロボできましたね。ロボでもできるもんっていう感じでね。ブルイ君の方、今もうリマーの選挙に確保に入ってますね。増援戦闘ヘリ。前回訓練した通り、自分の部隊カードに増援があり、指揮ポイントが1回以上溜まっていると増援を要請することができる。増援、呼び出したい部隊と選べば簡単に呼ぶことが可能。増援すると予備戦力の数字が減っていき、ゼロになると増援できなくなるので注意しよう。今現在ミノタウロスに移動中でフォックスに今これは今どういうなんで並走してちょ今グリーンとオレンジの戦車が戦闘もせずに何やってんですか。まあ、まだまだその時じゃないっていう。あ、なるほどね。両チーム順調に拠点を制圧していく。今デルタ近辺でついに開戦ですね。これはそうですね。ただ戦車は戦闘兵力に弱いよね。まあ一応撃ち落とされたりはするんですけど、その数が同じだと基本的に厳しいですね。なるほど。さあ今デルタで激しい戦闘が。だからここは工兵がいるのでどうなるかですよね。基本今戦闘ヘリが多いですね。工兵はロケットランチャーで攻撃するので戦車にも、強いと。当然戦闘ヘリにも。それかこの前線を横目に一気に深いところまで攻めるというのも、まあそうですね。前線に集中しやすいので、逆に裏をかくっていう。で今で言うと、グリーンチームのシエラ、もしくは、オレンジチームのブラボー、またはアルファですね。で結構薄いんで、そこを狙うっていうのも全然ないです。裏をかくというのもありかもしれない。お！さあ、ここで、エンドタイムです。こちらエンドタイムはですね、この中に入っているさる条件に従ってこれから1分間プレイしてもらうんですね。まず最初はこちら。中国なまりでエンドを。おいお前ら、今から1分間中国なまりのみでプレイできるぞ。分かったか。エンド用意スタート。舞台点黙ったぞ。移動困ってますね。全てのロボ、さすが言語プログラムが入ってますから、ロボにはいろんな忠実に今移動。ロボががぜん生き生きし始めましたよ。中国のあれになった途端に。舞台8あるよ。舞台あるよって言ってますよ。全く無反応ですね。今移動あるよ。お、あるよ。移動あるよが、移動あるのに。移動あるよ。移動アルファとしては、機械は認識しましたね、今ね。おっと、リマを攻め込まれてますよ。オレンジに。4対2になっちゃう。あっと、チームグリーン、迂闊。リマを。はい、中国語終了。敗北まで5分。6つある拠点のうち4つを占領するとカウントダウンが始まる。このカウントが0になるまで各拠点を守り抜けば勝利となる。来ました、
チームオレンジが4カ所占領、形勢が逆転したのでカウントラインが始まりました。がここで一応起死回生の WMD なのこうサテライトスキャン、まあ、衛星からの攻撃とかが現在負けているチーム側が優先的に使えるようになります。画面左上に出てますね。さあどれを使うんでしょうか。どのタイミングで使うかっていうのも結構戦局を分けるんで、その辺の采配はきっちりしておかないとダメですね。WMD 9予備戦力が切れてしまうと、まあ、ユニット生産できなくなる。おっ WMD 行くか。指導列車 WMD が、あー来ました。おっとこれでチームオレンジ今デルタに打ち込んだんでしょうかね。ロボは何をぼーっとしてるんですか。あそこでロボは何してるんですか。リマの奪還は終わりましたから、また拠点3対3でカウントダウンも終わりましたね。なんですけど予備戦力がすでに3しかないと。あーこれはチームグリーン危ないですね。フォックスが今また取られそう、ね、あ取られそうですね。チームオレンジが今フォックスを確保中。グリーンどうするんでしょうかね。グリーンの方は本当に厳しい状態ですね。予備戦力2です。さあ今フォックスの取り合いですね。今さあ最後この1分でまたエンドタイム来ました。ビートたけしがエンドウォー、お前らいかよーいスタート。ジョイバカ野郎ジョイバカ野郎舞台だこの野郎ジョイバカ野郎ある意味戦争っぽいですね。このバカ野郎この野郎が飛び交って。ロボロボはどんなビートたけしを見せるんでしょうか。このままじゃ負けちゃいますからね。さあロボ。ゾエ。なんだ。おロボ。ライフ。ロボ燃料のせいにしてますけど。もうやばいです。残り30秒。コマンドビーグル。30秒切りました。はい終了。普通の声でどうぞ。これでももう厳しいですね。これ厳しいですね。だって近くに兵力近くにはないですもんね。残存兵がでしかも予備戦力2でこれ残り10秒これ追いつかないですね。カウントダウン諦めちゃってますよ。1終了。オケるコントローラーオケる勝利オレンジチーム。というわけで初めての実戦を終えたお前たちどうだったか感想を一人一人聞いていく。エンドエンドキリッチ初めての実戦を終えてどうだった。大勝利を収めることができて楽しかったであります。いっぱい殺したか。いっぱい殺してやりました。お前はいちいち唾をいっぱい飛ばしてるぞ唾を。エンド元気があってほしい。座れエンドエンド立て。初めての実戦を終えてどう思った。悔しかったと思います。よく聞こえない。悔しかったと思います。何が悔しかった。負けました。なぜ負けた。ライフル兵が思った以上に使えませんでした。ライフル兵が悪いんじゃない。お前が悪いんだ。そうです。ライフル兵に謝れ。ライフル兵の皆さんごめんなさい。僕の使い方が良くありませんでした。よし、座っていい。エンド立て。エンド初の実戦を見てどうなった。わかりました。全くわからない。お前ふざけるな。真面目にやれ。ちゃんと立て。ちゃんと立て。まっすぐ立て。あらそう。初めての実戦どうだった。大変難しいなりました。どこが難しかった。
ちょっとうわあ！舞台よ。プツプツってなんだお前。初めての人生何が難しかった？舞台をたくさん動かすのが難しかったであります。ほらなぜだ。うわっだーさそれはなぜだ。なぜ難しかった？初めての人生でテンパりました。どこにするの？目だけ立って見かけ口を閉じろ。どう座ってり殺してくれ、もう殺してくれ。届け出以上で遠藤特別講座全工程を終了する。ご苦労だった遠藤。